ダイバさんの、ダイバさんのメーカーのロゴ人気が、あれね、人気があると思うんですが、ね、シマノのロゴかっこいいの、村さん提案してください。あれ、だって最初出た時にはね、すごい、すごく言われたんだよ。かわいそうなぐらいに。あの、ダイバさんのロゴって。まあみんな慣れてきたから、あれでいいなって。最初はね、バーコードとかなんとかいっぱい言われたの。ね、なんだこれっていうね、いわゆるでも慣れって人間って慣れってさ必要でしょね。シマノもね、あのロゴは昔このこういうペプシみたいなマークのやつもあったの。今やめちゃったね。はいはい。俺が考えたら結構あのね、シマノはね、あのロゴをいじくるのが大嫌いな。大っ嫌い。昔オーストラリアが勝手にシマノのロゴをね、パーッとかっこよくした。超かっこよく、ね、筆文字みたいなシャーみたいなやつでやったのよ。うわっ、それ服に使ったのよ。うわ、かっけーって思ったんだけど、シマノの上の方の人たちはもうロゴをいじくるなんて、なんてことだみたいなね。はい。日本国内でも世界でもシェア率ナンバーワンともに、台湾の方が島のが高いですが、それ間違いでしょうね。島で言うのでしょうか。シェア率がまるで桁違いに違うからですよ。いろんな国に行けば分かりますが、置いてる量がまるで違います。今、うちのお店に来るだけじゃなくて、いろんな、大型店に行けば分かりますが、島のリールほぼどこも1台もないと思います。はい、そう、上州屋で買い物してます。バズベイとドライブスティック買いに行きます。イタコ釣具センターにはダイワ製品は置いてあるのでしょうか。置いてますよ、普通に。はい、イグジストとか結構高いのも置いてますね。あのダイワの営業さんも来てくれるんで、はい、置いてます。スコーピオンロット、ダイワのリールを合わせてもジムは許してくれますか。いいですよ。はい、D 社のリール購入したら変な顔されますけど、いや、しない、うち売ってるよ。うち売ってます。D 社のあのリール売ってます。結構あの多分日本で一番安いと思いますよ。ね、日本一安いと思います。ダイワにヘッドハンティングされたらどうしま、どうしましょうね。どうしましょうね。はい。村さん、いくらもらえればダイワに移籍しますか。村田はじめはね、金じゃ動かないの。島のからだって俺金別にあのもらってないし。ね、契約金とか一銭ももらっておりませんから。あの一日どっかでセミナーやってくれとかね、フィッシングショーに来てくれとか、その時はあの日当もらっております。いつもあの話しておりますけども、日当は、あのカタログを配ってるお姉ちゃんとほぼ一緒でございます。ほとんど一緒です。俺あんなに喋ってんのにね、あんなにだって一日ずっと喋って、これもずっと喋ってるじゃん。あれだけやってんのに、MC の女の子は俺よりちょっと高いんですよ。あの MC っていうんですけど、あの人たちはですね、まあギャラはねほぼほぼ一緒なんです。ほぼほぼ一緒ってのは、あの向こうの方が高いんですが、あの手取り、俺マネージャーとかいないんで、ああいう子たちはどっかの事務所に入っておりますんで、まあ手取りはほぼ一緒と。皆さんそれ言わないでっていつも言われるんだけどさ。ね、収益動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。村田はじめちょっと楽しみたいな、よかったらですね、ぜひご入会をよろしく。